こんにちは、かわぽんです。今日は2021年度首都圏の上位の私立大学の閉館のポイントを本気で考察します。日本で一番詳しい内容を目指して頑張ります。丁寧に動画を作成したいので分割になります。申し訳ありません。動画は作成時代再生リストにまとめていきます。まずは2月1日から2月4日までになります。早速2月1日です。この日は上位大学では明治学院大学の全学部入試のみです。昨年とも大きな変更点はありません。翌日以降の励みにもなりますので受けておいていいと思います。ただ心理学部は全学部入試の倍率はかなり高く、あまりおすすめできません。次に行きます。次に2月2日です。この日は東京理科大学の経営学部、成城大学の全学部統一入試があります。この日も早めに抑えを作っておきたい上位生にはもってこいの内容ですね。昨年との大きな変更は、昨年は上智大学のチークの全学部統一入試がこの日に行われておりました。2021年は2月3日に移りました。その結果、その生徒たちが成城大学の統一入試にある程度流れ込んでくる可能性がありますね。少し倍率は上がるかもしれません。そして東京理科大学の経営学部でも大きな変化がありました。昨年までは経営学部の経営学科は数学なしでも受験できたのですが、本年から数学が全ての学科で必須になります。その結果、経営学科の倍率はかなり下がると思います。その代わりに数学受験できない生徒たちがさらに成城大学に流れる可能性があります。あと理科大の経営学部の国際デザイン経営学科は2021年度からの新設学科になります。人気が出そうですが、1年生は全員長万部のキャンパスになります。よって少し敬遠されるかもしれませんと思っていたのですが、実は7月1日にホームページで情報が出ていました。コロナの関係で長万部キャンパスは使わないらしいです。1年生から4年生まで神楽坂キャンパスになるとのことでした。これは人気が出そうですね。いずれにしてもこれらのどの大学も受けておくと次の励みになりますので、積極的に受けることをお勧めします。ただしここのすべての大学は入学の手続き日が早くなります。成城大学だと早稲田の商学部、社会科学部、スポーツ科学部の合格発表に間に合いません。理科大に関してはそれらに加えて早稲田の人間科学部、教育学部、政治経済学部、そして青山学院の経済学部の合格発表にも間に合いません。そのあたりの戦略が難しいですね。次に行きます。次に2月3日になります。この日は東京理科大学の理工学部、政経学部の全学部入試、明治学院大学の4学部、そして上智大学のチーク全学部入試になります。チーク入試を受けていない限りは政経大学の全学部入試と明治学院かで迷いますね。政経大学の全学部入試は文系学部であれば英語と国語の2教科で受験できるのが惜しいですね。ただ高得点争いにはなると思います。明治学院は基本どの学部も3教科で受験なのですが、配点が偏差値方式など少しややこしいですので、詳しくは大学のホームページを見てください。より相性のいいところを選んでください。理系では一見するとこの日は理科大のみですが、政経大学にも理工学部があり、この日の全学部入試でも受験できます。ここも数学と英語の2教科受験です。理科大と迷う生徒は少しいるかもしれませんね。昨年度と比較すれば上智で少し日程の変動がありましたが、この日に与える影響はそんなになさそうです。
軒並み前年並みの倍率になると思います。次に2月4日になります。この日は上智大学、東京理科大学、成城大学、明治学院大学のご覧の学部があります。この日から上智大学の一般入試が本格化します。2021年度から上智大学の一般入試は大きく変わります。すべての学部において共通テストが必須になります。学科により少し違いはありますが、共通テストの配点は英語60点、国語40点、選択科目で40点の合計140点の学科が多いです。詳細は大学のホームページを見てください。そして上智大学の2月の個別入試では100点の配点の学科が多いです。2月の個別入試では従来の形ではなく、希望する学科の専門的な内容を問う問題となります。例えば文学部の哲学科だと、出題内容は哲学への関心及び読解力、思考力、方言力を問う試験となっています。同じく文学部のドイツ文学科だと、ドイツ語圏の文化、歴史に関するテクストの読解力及び思考力、方言力を問う試験となっています。付け焼き刃の知識ではなく、本当に希望している生徒でなければ難しそうな内容ですね。その結果、2月4日に関しては上智大学の倍率はかなり下がると予測しています。一つは共通テストを必須にしたことにより、共通テストが芳しくなかった生徒が敬遠すること、そして2月の個別試験の専門化です。問われる内容が高度になることが予想されるため、なんとなく上智を受けておこうという生徒が激減するのではないでしょうか。よって文系の生徒はこの日は上智を受けずに、成城大学と明治学院大学などを手堅く取っておく方向になるのではないでしょうか。個人的な予測ですので、一つの参考として捉えてください。ちなみに東京理科大学の先進工学部は基礎工学部が2021年度から名称変更した名前です。ここは上智の影響はないと思われます。例年並みの倍率かと思います。それでは今回は以上になります。僕の本業の仕事が忙しいですが、なるべく早めに次の日程を検証します。チャンネル登録していただければかなりモチベーションが上がります。ありがとうございました。